するしない。面白い。はい、マンガン縛りとかの対局の企画やってほしいです。手作りの勉強になるね。そうですね、まあよくありますもんね、オーラスマンガン条件とかマンツモ条件みたいなのとか。いいと思います。うん、やりますか。ちょっと面白いですね。いかんせんね、うん、あのスタジオが狭くて、うんうん、4人集めてこういうタコを使ったのが、うんうん、あまり大人が乗り気ではないっていう、やんといろいろあるんですけど、まあ、でも対局っていうとカメラの個数とか多いですもんね。だから毎回オーラス作戦やる。あ、それでいいと思いますよ ね、うん、ね、なんかこううまくこう展望を動かして、満足の条件とか17歩 やればいいよ。そしたらこれ、あ、17歩はマンガンか。そう、マンガン縛りなんでとかやると面白いかもしれない。昔17個の企画やったね。あれ教室でも勉強になるんだよね。なると思う。そう、結構手作りって大事で、うん、手なりで最短のリーチ打ったりとかはね、うん、結構多分皆さん普段やってることでできると思うんですけど、うん、最後オーラス条件とかね、うん、何をどうしたら上に行けるとかって条件制になった時は、うん、点数計算ができる以前に手役を作るっていうイメージ力がないとかなり厳しい。それを養うためにはこの質問であるマンガン縛りとかをやるとすっごい勉強になります。やりましょう。なんか企画します。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ひなた、ルパンです。あ、ルパンさん、ありがとうございます。 RTD ガールズファイト3優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最初から最後まで観戦したら疲れてしまい、ね、翌日は会社を休みました。なんてこった、もらい泣きもしちゃいました。質問です。麻雀が強い男性とお金持ちの男性、付き合うならどっち？お金持ちです。即答でした、はい、ありがとうございます、はい、見てもらって、はい、あのさ、うん、もう対局長いよね。あれ結局何、9時間くらい打ってたのかな。9時間か。8時間じゃ効かないよね。めちゃめちゃ長かったのは。でしかもね、打ち手がね結構流局が多いんですよ。あ、このメンバーが多くて、だから途中で早めの決着なかなかなくて、うん、曲も多くて、うん、私が親のレンちゃんに命かけてるみたいな打ち方するだからもう本当にあれはみんな見てる方も疲れちゃっただろうし、うん、打ってる本人たちもギリギリの、ね、うん、体調の中やってたと思います、うん、あ、ちょっと聞いていい？で、ハイと会話ってする？え、何ですか？どんな？ハイと麻雀会話会話会話します。君は統一になりますかとか、そういう感じですか？横に伸びますか？そう、あ、なんかそんな気持ち悪い会話じゃなくてなんて言うんだろう他に思い浮かばない。なんて言うんだろう、あ、こういう風にこれは育つ気がするし、こんな感じの方がこうごメリット多いから、この子が来たことに意味はあるって。ないか。ない。ありがとうございます、うん、あ、真面目な質問です。国士無双は暗冠でも上がれますか？南町で国士無双を転廃していました。ファミチャがなお暗冠したのでロンと言ったら暗冠では上がれないと言われ、麻雀が2ヶ月間中断しています。稲田の判定に従いますので回答をお願いします。そんな権限ないよ、うん、ね、そこのルールによります。暗冠でのチャンカン論が適用されるルールと適用されないルールがあるので、うんうん、その行っているお店だったり、うん、まあ、所属している団体だったり の、うん、そのルールに従った方がいいです。最高戦は上がれない。そうなんです。最高戦はあのチャンカン論適用されないので、暗冠だと、うん、国士でも冠された時点でもう上がれないんですよね、うん、はい、上がれません。はい、いつも動画見てます。ありがとう。ありがとうございます。日向さんと村上さんが大大大好きです。わらわら、いいコンビ好きだね私も泣きをあまりしない方なんですが、同じ宅によく泣く人が2人以上いる時の対処法を教えてください。とても苦手です。泣きヘルプと書いてあります。お、うんうん、村上さんと日向が好きってことは相当なんか、うん、面前派なのかな。面前手役重視型リーチみたいな感じかな。リーチ好きみたいな、うん、私もね一時期嫌だったんですよ、あのジューザさんとか。はい、中村ジューザさん、同じだ、同じリーグにいるんですけど、もうね B2 の時に同卓して一度、うんうんうん、
初めて初対面で麻雀打って4連勝されたの、あの麻雀に。トラウマだよね、トラウマ。一巡目チーから入ったから、ね、そう、アイコの親の時に、うん、ポンチーローみたいな、うんうん、で親の時に2、3巡目リーチ打って6000ゴールって言うんですよ、うん、え、ポンチーじゃなかったみたいな全然どっちもいけんじゃん、強みたいな、うん、とかの印象で、うん、結構人の親をさらさらこう流していく感じが本当に苦手で、うん、そういうタイプが卓上に2人いる。大変だ。大変です、ね、なんだけど、うん、あのね、思ったことがあって長年打ってて、はい、うん、ブレない、変えなくていいと思います。普段のあなたのリーチスタイル、面前スタイル、制約スタイルで貫いた方がトータルのスコアは勝つと思います。あのね、影響されちゃって一緒になって、うん、速度を合わせなきゃポンチってやると、うんうん、ブレるブレるブレブレになっちゃうな、うん、逆にさ、周りがさポンチしてくれるんでしょ、うん、手配短くしてくれるんでしょ、うん、チャンスじゃん。そんな降りれねえから、うまくみんな、うん、ってことは加点できるじゃん、リーチ打ってさ、うん、ツモは自分で1回だけど、あとの2人も短いんでしょ、うん、3回チャンスあるあるって思えば、うん、かなりあのローンもしやすくなる、うんうんうん、ローンできたらあと裏ドラあなただけの権限です。ポンチにしたら裏ドラ見れませんからって思ったら、うん、結構かなりあのブレないで打った方がいいと思う。うんうんうん、いやだと爆発力あるからこっちの方が、なるほど、速度合わせて自分の麻雀崩さない方が良いという、そんな器用にアイコも泣けないし、うん、私も泣けない怖い。次は麻雀プロ、儲かるのですか、収入はどのくらいなのですか。あら、任して聞いてあげるね。収入いくらなの。私かい、私数えたことない。月収いくらぐらいなの。何くらいだろうね、数えたことない。通帳出してなんで持ってるの知ってるのそんな、そんなでもなくないですか。そこら辺の OL より稼いでますか、うん、かな。今週何で働いてます。週6でも時間帯的に考えたらそんなに週6でもきつい仕事じゃないよね。そうですね、教室メインだもんね。はい、まあ、夜までやろうとかはない、ね、教室やって、はい、実況やって、実況やって YouTube のお手伝いしてお手伝いしてで、まあ、ゲストとかたまに行って、はい、たまにですけどね、行って、あとはお仕事は、はい、まあ、運営をちょこっとお手伝いしたりとか。あ、最高編のね、運営で。あとは、あとは何ですかね、まあ、ですかね。ですよね。これで、うん、OL さんよりも稼げてる、うん、このような状況になっております。まあでもこうなるまでにね、いろいろ過程はあったので、プロになったからっていきなり運営儲かるぜみたいな感じではないですよね。でもゲスト活動たくさんして、うん、いろんなところでお呼ばれできるってなったら、うん、別に若い女の子だったら結構すぐさま、うん、OL さんの年収は越せると思いますよ。まあ、YouTuber になりたいってなったら相談してください。お、やばい、大人たちを紹介します、はい、好きな女流麻雀プロは誰ですか。中里春奈です。はい、次。早っ。いや、他にだってすぐ出てくる人材いないでしょ。あ、最近仲いいのは、うん、浅見真紀さんとか石谷さんとかいるけど、はい、まあ、みんな最高戦だね、こう考えると。確かに、そうだね、うん、でも先輩だからね、そうやって聞くと。あんまり好きなっていうよりなんか尊敬してるとかに。そう、尊敬してる人が尊敬してるになっちゃう。仲良かったり好きなのはるちゃんかな。そうですね、私もそうだなお互いお互い友達が遊びたいって思った時になんか連絡するのって相手。はるちゃんあんまり連絡くれないんですよ。愛子からの方が、愛子の方が結構誘ってて。でも愛ちゃんで出るの好きでしょ、外。いや、愛子出るのあんま好きじゃないよ。そうだよ、私だって一日こうやってられるもん。いや、愛子だってしてられるけど、でも誰かと会いたいってなって候補が中里春奈しかない。どっか行きたいってなった時もそうだ。そうだね、中里春奈だね。愛ちゃん行けるかなって思って。でも基本愛子の方誘ってるから、うん、好きの比率違うよ、好きの比率違う。北海道でイベントはないですか。道民はなかなか会える機会がなくて寂しいです。12月に行きます。クリスマスの日。クリスマスに北海道。新津清さんと聖なる坂本雅史さんと。おお、
ジングルベル歌いながら3人でシャンシャンしていきますよ。でも北海道でクリスマスの時期なんて雪ワンワン。新規戦の決勝が今年は北海道なんですよ。すごいでしょ。みんな行く？クルーみんなで行く。クリスマスなんて別に家族ぶっ飛ばして行こうぜ。好きな牌、ラッキー牌なんかありますか？クイーミスーワン。スーワンあれでしょ。リャンメンならウッパーソー。え？ウッパーソー町リャンメン一番好き。へえ。でもそんな牌に優越つけてるプロはどうかと思いますけどね。っていう人もいるのは知ってる。知ってる。うん、知ってる知ってる。でも好きな牌はスーワン。スーワンなんだ。好きなリャンメンはウッパーソー。早い。以上です。終わったよ。はい。はい。次。麻雀プロってどうやって稼いでるのですか？ YouTuber です。なわけないだろう。多分、うん、いや確実に、うん、私の稼ぎ方は少数派だと思います。そうだね、うん、確実に基本的にね、教室が週一あるかないか、うん、で麻雀実況とか、うん、その解説系のお仕事、うん、対局のお仕事、うん、あとは自分の団体の何か運営関係、うんうんうん、地方だったり、うん、関わること、うん、とかだけで成り立たせてる、うん、YouTube と、うんうん、私は、うん、なかなかそうやって食ってる人はいないですよね、うん、すごい麻雀だけこう強くて、うん、成績残してるって人は、うん、その打ち手だけで映像だけでもやっていけるかもしれないよね。あ、まあそうですね、うん、めちゃめちゃ強かったね。でも、うん、2000人いるんですよ今プロが。はい、2000人がみんなそういうは食えないですね。そう、2000人同じ働き方をして同じようには食べていけないので、うん、人それぞれ自分に合ったジャンルとか、うん、そこの部分を増やして、うん、多分やってってるんだと思うんだけど、ぽい、うん、ちゃんだったら、うん、私は教室講師だよね、先生。そうですね、うん、講師がメインですかね。そう、結構週で多く入れてるのは先生だよね、うん、はい。そう、人によります。あとゲスト活動メインの子もいれば、うんうんうん、あと最近だと M リーグできたんでね。あ、そうですね。 M リーグ所属されてる方は年俸制なんでね、うん、年俸でこうしっかり生きていく分のお金をもらえますから、うん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 、そういう人もいますし、でも今までこの年俸制っていう部分は麻雀プロにはなかった新ジャンルで、これがすごいのよ。今までいろんなあのプロ系のね、うん、選手いっぱいいるけど、いろんなジャンルで、うん、最近の卓球だったりとか、はい、あのボーリングだったりとか話題になってますけど、うん、それがあの一流のトッププロって言われてる中での、今度麻雀が年俸で生きていける。年俸って何？何ってなりますよ。YouTuber 年俸ですか？違いますみたいな。不愛、年俸じゃない、不愛、不愛と雇われです。はい、いろいろありますよ、うん、でも結構ね、いろんなやり方がある分だけ入った人でも結構あの最低みたいな、よく国とか300万ぐらい、年収300万ぐらいは結構行きやすいと思う、うん、そうですね、うん、まあいろんな稼ぎ方があるってことですね。はい、はい、朝ピンこと朝倉光人さんと会う機会も増えたと思われますが、いまだにキモいですか？これどういうこと？身内？キモいって言ったことあるの？言ってない。あ、言ったかな。言ったっけ。いや、キモいとは言ってないと思う。キモい、ね、メンヘラだよね。メンヘラだと、あとコミショウだよね。コミショウだと思う。でもキモくはないよ別に。キモいとは、アサピンさんは、うん、まあ、朝倉さんって呼んでないんだけど、うん、ピンヤサって呼んでんだけど私は、うん、なんか業界人っぽいですね、うん、ピンヤサって呼んでんだけど、アサピンは本当に強い、マヤジャ本当に強いです。強いし若いし、ある程度イケメンだし、うん、伸びしろしかない、うんうん、最高位戦のホープだなと思ってます、うんうんうん、だからキモくないよ。尊敬してる雀士は誰ですか？それとライバル視してる雀士は誰ですか？尊敬してるのいっぱいいます。そうですね、尊敬せざるを得ない人材が本当に麻雀界いっぱいいます。はるちゃんのことも尊敬してる。尊敬してるところがあるから多分好きなんだと思う。いや、なんでわかんない。お母さんみたいになっちゃった。違う。反応が違う、反応が。もうね、人によってすごいいいとこと、うん、なんか憧れたり、これは見習わなきゃなって思うところいっぱいあるじゃないですか。それが一個でも見えるところがある人は、基本的にその部分は全体的にこう人によってこう尊敬してる。で、
ライバルはね、前にも聞かれたんだけどね、うん、私は本当私のことしかね、うん、あんまりライバルと思ってない。あ、そうなんだ。周りのことライバルとかどうこうって思ってると比べちゃうから、人と比べてもそんな同じようにはできないし、うん、本当にじゃあすごいあの茅森さやかさんになれるか、なれません。なれないですね。ジャン力がどうこうとかじゃなくて、あの人柄、あのキャラクターにはどんなにライバルしても憧れてもなれない、うん、自分は自分の何か見つけなきゃいけないって思うので、うん、ライバルはそんなに作らない。麻雀で敵対心ってそんなにいらないと思ってます。自分のもらった手と自分のこう向き合う姿勢で結果を残していくもの、うん、だからリーグ戦とかが好きなの。変な話になったね。そんな感じです。はい、日向さんにとって麻雀は何だと思いますか？生きていくツール、仕事、お仕事かな今は。そうですね、なんか趣味じゃないし、好きだけど好きだけでやっていくにはかなり成績に左右されるし、生きていく上でだな。もう麻雀から離れる感じはしないですもんね。いや、全ての仕事そんな感じじゃないですか。はるちゃんは離れないでしょ。ひなたわかんないよ。ひなたわかんない。そう、何でもできるからだよ、ね、できないよ。もうレジ打ちできる、アイコ。あ、レジ打ちは無理だね。ずっとお客さんに話しかけてたら、お客さんレジ打ち詰まるよ、うちのレジ。人流れなくて、今日カレーですか、わかるとか言って、このルー美味しいよねって言っちゃいけない。無駄に進めて、一生しかマイコお金わかんないからピッピッピッピやってて、お釣り間違えるわ、うるさいわ、レジ詰まるわ、もうクビですわ、そんなやつとか。パソコンとかさ、こうやってさ、うん、あの8時ぐらいにさ出勤してもらって、うん、書類とかで、うんうんうん、できますか？無理だね。でしょ？喋り出しそうだね。もうだってあいこ、ツイッターのアカウントも変えられない女だよ。できるわけないじゃんね。確かに。もうだからもうそう考えると、うん、パイ持ってきてこう切って、うん、こういう作業と、うん、口ってこうずつ言ってる、口うるさい、なんかババアみたいなことしかいくもできないですわ。もうだからそっから離れられないじゃないですか。マンジャン、お花も好きよ。そうでしょ、お花もやりたい、うん、お料理も好きでしょ、お料理も好きでしょ、うん、お洋服もできるしね。そうだ、生きてく上でなんか衣食住は困んないね、うん、そうだよ、全然大丈夫じゃん。パイも握れるし、そうそうそう。いいね。皆さん質問いっぱいありがとうございました。おとぼーし、次回もまた見てね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてね。バイバイ。バイバイ。